よく眠れたかい？あの子あんたを気に入ったみたいだよ。あんたを家族にしたいんだってさ。ああ、嬉しくてたまらないだろ。でも喜ぶのはまだ早いよ。家族の一員になるには私たちと同じものを食べなくちゃね。美味しそうな匂いだろ。どうだい？ん？残さず食べきったら私らの家族だ。そしたら解放して自由にしてあげる。全部食べればね。やめろ、腹は減ってない。もう家に返してくれ。これを全部食べるまでは逃がさないって言ってるだろう。分かったのかい？ふざけた真似もこの辺までにしときな。なんとかしないと。抜け出したのがバレちまう。一体何の騒ぎだってんだい。好き嫌いが激しいとこっちも苦労するよ。ん？誰かここにいた？ああ、何かがおかしいね。うん。まあ、別に変なところはないか。まだ食べてないみたいだから別のものを持ってきてあげた。この家族は何なんだよ。やばい。
かしくなっちまいそうだ。戻らないと。ちょっと静かにできないのかい？やめろ、このクソ野郎、ふざけた真似しやがって。やめろ。